どうも、レオンです。今回はですね、前回の動画に引き続き、WCCF カード紹介ということで、前回何紹介したのかな、サネッティかな、紹介したと思うんで、まあ同じアルゼンチン、つながりということで、まあ別につながりでやってるわけじゃないんですけど、個人的に大好きな人なんですけど、ディエゴ・マラドーナ。もうね、他界しちゃったんですよ。何年前かちょっと忘れましたけど、2、3年前にね、急になんか、倒れちゃって、で、帰らぬ人になってしまうみたいなね。まあ、ただね、マラドーナね、すごく太ってたんで、多分ね、不摂生もしてたと思うんで、まあ、すごくなってしまったんかなと思うんですけど、まあ、プレイヤーとしてはね、まあ、もちろん現役時代一切知らないですよ。うん、一切知らないんですけど、YouTube の動画とかで見る限りはね、やっぱすごいじゃないですか。で、多分僕ら一番知ってんのはあれかな。マラドーナ監督、アルゼンチン代表を率いた時ね。2010年かな。やっぱ個性的でしたよね。選ぶメンバーからね、彼、マラドーナ自身のなんかこう、監督のパフォーマンスがね、ゴール決めた後のね、なんか、ポーズとかいろいろあったじゃないですか。まあその印象が強いですかね。でもプレイヤーとしてほんまに晩年の晩年かな。一番最後に出た、94年ワールドカップ、アメリカワールドカップでゴール決めたのがなんかうっすらなんかニュースでやってたかなっていうぐらい。だからその時はなんかその凄さがわからないでしょ、マラドーナの。だからその時の動画見ても別に、まあ、すごいなと思わないんですけど、やっぱりその、ね、ナポリ時代とか、やばいっすよ。ぜひ動画見てください。一人で無双してますからね。メッシほどスピードはないんですけど、もうテクニックがやばいんですよ。いや、本当にすごい選手ですね。結局、まあ、マラドーナ以来ね、ワールドカップで優勝してないわけですから、やっぱりマラドーナがいかにすごいかってね、改めてわかりますよね。マラドーナ、そうね、マラドーナといえばボカ、なんかボカのスタジアムは一回は行ってみたいね、死ぬまでにね。一生に一度行けるなら行ってみたいね、ボカのスタジアム。まあ、マラドーナね、まあ、選手引退してからはね、まあ、いろいろその、常に騒がれる人なんですけど、やっぱり、ね、やっぱうまくいかないですね。ああいうなんかこう、感覚で生きてる人ってね。監督してても、基本全部失敗してるんですよ。アルゼンチン代表引いた時も、最後ドイツ代表にボコボコにされてるし、それ以外でも監督いろいろやってるんですけど、全然うまくいってないですよね。で、まあ、もちろんヨーロッパのね、トップクラブからはもう声かからないんで、さすがにね。ちなみにアルゼンチンじゃないわ、ディエゴ・マラドーナが亡くなった時にね、喪に服すっていうね、敬意を表してっていうことで、ナポリのスタジアムがね、名前が、アルマンド・ディエゴ・マラドーナスタジアムに変わってますよ、確かね。今も多分それは変わらないですよね。ね、ナポリのスタジアム行ってみたいですね、一回はね。そんなとこかな。はい。まあそんな感じで、ディエゴ・マラドーナの、カード紹介の方に移りたいと思います。どうも。それではですね、WCCF カード紹介。今回は、ディエゴ・マラドーナ。まあもちろん、ディエゴ・マラドーナはね、現役じゃないので、枚数全然ないんですよ。で、あるのはもう、過去のね、オールタイムレジェンドっていうカードだけなんで、その中でお気に入りのやつを、持ってるやつだけをね、紹介したいと思います。まずはですね、まずはねっていうか、もういきなりこれ、ディエゴ・マラドーナ。これナポリの時はね。やばいな。かっこすぎやろ。これね、ヒストリー・オブ・レジェンドっていうカテゴリーなのかな。で、他のやつ、カットはね、ボカのやつと、あと何やったかな、バルセロナかな。なんかのマラドーナなんですよ。アルゼンチン代表はないんですよ。出てないんですよ。だからね、セガのスタッフの人たち、WCCF を復活させて、アルゼンチン代表行きましょう。いやー、これかっこいいな。このカットいいよね。でね、一番最初に出たマラドーナはね、確かね、ボカかなんかのマラドーナなんですよ。で、もちろんよう使ってたんですけど、売っちゃいました。ボカのマラドーナよりも全然ナポリのマラドーナが好きなんでね。ボカの時なんて全く知らないし、ナポリの時ももちろん知らないですけど。持ってんのはこれですね。アルゼンチンのマラドーナ欲しいな、懐かしいな、本当に。
だからこれね、ヒストリー・オブ・レジェンドでもボカのマラドーナ出てるんですよ。だから2枚出てるんですね、ボカが。ボカが2枚、バルサが1枚、で、このナポリが1枚。やと思いますね。アルゼンチンがないんですよ。ぜひとも、WCCF 復活させて、アルゼンチンのマラドーナ出してください。でですね、WCCF ではこれだけなんですよ。でもね、一応、やっぱね、フッティスタがあるでしょ。フッティスタでも、ナポリのマラドーナがあるんですよ。あ、ここの、かっこいいじゃん。ね、いいじゃないですか。いや、ほんとね、ナポリ時代のマラドーナの動画で見てくださいよ。ほんとに無双っすよ。特にイタリアなんてディフェンスめっちゃ硬いじゃないですか。そこを一人でガンガン抜いていくみたいな。やばいね。でね、メッシとよく比較されるのはね、なんでマラドーナが人気あるかって言ったら、やっぱね、ワールドカップももちろん取ってるってのもあるんですけど、やっぱこのなんかキャプテンシーというか戦うんですよね。メッシはね、おとなしいじゃないですか。そこがやっぱね、本当に国民全体からこう、認めまだられてないんじゃないかなっていうところですよね。マラドーナ比較したときに。そうなんですよね。マラドーナワールドカップ何回出たのかな。多分3回か4回出てると思うんですよ。で、優勝1回でね。すべてのタイトルを。まあ、チャンピオンズリーグは取ってないですけど、別にナポリでチャンピオンズリーグ取ろうと思ってないですからね、マラドーナ。いやー、かっこいいですね。いや、でもそれだけにね、亡くなってしまったら惜しいですよね。年齢的に若いんですよ。60なんですよ。60ぐらいだと思うんですよ。ただもう、むちゃくちゃ太ってて、やばいんちゃうぐらいまで太ってて。いや、惜しいですね。本当に。サッカー界の本当にナンバーワンのアイコンでしたからね。いや、実に惜しい。まあでもなんか、天才ほどなんか早く行ってしまうかな。そんな感じがするね、本当に。なんか海外の人ってそんな長生きせへんよね、言うて、結構。なんかやっぱり引退後のね、やっぱり、生活が派手になっちゃうんかな、やっぱり。まあそんな感じでね。マラドーナは実際ね、よく使ってました。トップ下とかでね。4312みたいな感じの、その位置のところで、トップ下でよく使ってましたね。PK をほぼほぼ決めてましたよね、フリーキックとか。フリーキック決めたのかな、ちょっと忘れましたけど。最近は使ってなかったですけど、出た当初はね、よく使ってましたね。メシと組ましてましたよ。いやー、懐かしいですね。なんかマラドーナに関する話だったっけな、ここは。ちょっと思い出せないんで。あ、ちなみにね、マラドーナの、別にマラドーナのっていうわけじゃないですけど、ナポリのユニフォーム持ってるんですよ。マラドーナの名前でね。それはまた別の動画で紹介したいと思います。それでは、今回 WCC フカード紹介、マラドーナ編でした。ありがとうございました。